はい、どうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回は手の書き方1準備編として、これをやっている人はやばい、むしろ手が書けなくなる間違った手の書き方6選ということでやっていきたいと思います。顔や体に関してはこだわりを持って書いている人も多いと思いますが、手が雑になってしまっている人って結構多いのではないでしょうか。手は体全体から見れば小さなパーツですし、それほど目立たないと思われがちなんですが、実は手って顔の次に目が行くとても重要なパーツと言われているんですよね。顔や体がうまく描けているのになんとなく絵が下手に見える人って、実はこの手が雑になっていることが原因の場合が多いんです。手がしっかり描けている人って意外と少ないので、手がうまく描ければ絵のクオリティもぐっと上がって、周りの人にも一目置かれる存在になれるのではないでしょうか。ということで、手の描き方1回目の今回は準備編として、皆さんが勘違いしやすい、むしろ手が描けなくなってしまう間違った手の描き方6選ということで解説していきたいと思います。この動画を見ていただければ、手が下手に見えてしまうよくやりがちな間違った描き方を理解して、皆さんが手を描くときに何に気をつけるべきかが分かっていただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは、これからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人、または趣味で絵を描いているけどもっと絵が上手くなりたいと思っている人に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。まずよくある間違いの一つ目は、手のひらを五角形で描くです。手を描くときに、まずは手を単純な形に置き換えて考えるのが一般的ですが、手の簡単な描き方として、手のひらを五角形で描いて、そこに親指と残りの4本指をつけるように描くなんて教え方をする人もいますが、この考え方はやばいです。なぜなら、これって手を真正面から見たとき、しかも指を伸ばしているときにしか使えません。指を開いた手を真正面から見ると、一見手のひらは五角形に見えるので、確かに手のひらを五角形で考えると手が描きやすそうに思えますが、皆さんやってもらえばわかりますが、親指を内側に入れた時、手のひらってどういう形になりますか？どっちかっていうと四角に近い形になるのではないでしょうか。さらに手のひらを五角形で考えると、手を他の角度から見た時に立体として考えることができなくなってしまうんですよね。じゃあどのように考えればいいかというと、手のひらは四角い、しかも立体として考えて、母指球と呼ばれる部分を含む親指、残りの4本指に分けて考えます。手のひらを五角形で考えてもいいのですが、この考え方で描けるのはかなり限定された条件の時だけです。これを言わずに、さもどんな角度の手も五角形で描けますよみたいな誤解を与える言い回しをしているサイトには十分ご注意ください。結構多いです。二つ目の間違いは、親指の付け根の位置です。先ほどのように手を五角形で考えている人は、親指の付け根をこの位置で考えがちですが、皆さん親指を動かしたとき、どこから動きますか？手首の付け根に近い部分から動きますよね。なぜかというと、手の骨の構造は簡単に書くとこうなっていて、親指はこの部分から動くのが正解です。これも間違った教え方をしているものがありますので、変な動画に騙されないように注意してください。よくある間違いの3つ目は、親指の動き方です。先ほど親指はこの位置から動くと説明しましたが、それがどういうことなのか解説していきます。簡単に言うと、親指を動かすときは母指球の部分とこの三角形の部分も必ず一緒に動くということです。例えば親指をこのように動かした場合、手のひらの部分と親指の関係はこのようになります。このような角度から見た場合は、ここが手のひら、ここが親指と連携して動く部分になります。このように親指を動かしたときは、必ず母指球と三角部分も一緒に動くことを忘れないようにしてください。手のひらを五角形で教える人は、このような考え方を無視して手のひらを五角形で描きやすいパターンだけ紹介しています。さもどんな角度からでも手のひらを五角形で描けるような言い回しをしてきますので、皆さんは騙されないように気をつけてください。結構多いです。4つ目のよくある間違いは、指の付け根を直線で描いてしまうということです。先ほど分かりやすく手のひらは四角で考えると言いましたが、実は手のひらはこれに指のアーチを加えた形が正解です。指はそれぞれ長さが違いますよね。
指の長さはずらして書く人は多いと思うのですが、手のひら側の位置に関しては意識が抜けて揃えて書いてしまっている人も多いのではないでしょうか。手のひらの部分も指の長さに合わせてアーチを描くような形になっています。正面から見たときはわかりやすいのですが、角度がついた手を描くときにこの意識がないとおかしな手になってしまいますのでご注意ください。5つ目のよくある間違いは、4本指の曲がる位置です。親指以外の4本の指は一見手のひらの上から曲がりそうに見えますよね。ですが、実は指って手のシワができるこの部分から曲がっています。手の甲側から見ると手をグーにした時に出っ張る骨があると思うのですが、ここが指が曲がるポイントになります。横から見るとこんな感じ。手のひらと手の甲側で曲がるポイントが斜めにずれているのがわかります。指を曲げた手を描くときには曲がる位置に気をつけてください。手の描き方、よくある間違い、最後は指の向きです。指を曲げたとき、一見すると指はまっすぐ下に向かっているように見えますが、グーに握り込んだときや手を開いたまま指を曲げてみると、指は手のひらの中心に集まるように曲がっていることがわかると思います。これが意識できていなくて、指をまっすぐ下に向けて書いてしまっている人も多いのではないでしょうか。特にこのように角度がついた手を書くとき、曲げた指の方向がわからなくなりがちなんですが、4本の指が同じポイントに向かうようにしっかり意識して書いてあげてください。ということで今回は、これをやっている人はやばい、むしろ手が書けなくなる間違った手の書き方6選ということでお話ししてきました。ネットでいろいろな書き方が出回っていると思いますが、今回お話ししたような間違った書き方にはくれぐれも騙されないように注意してください。今回のお話で手の構造や指を動かした時の注意点は分かっていただけたかと思いますので、次回は手の書き方の基礎編ということで、今までよりも圧倒的にうまく書けるようになる手の書き方の手順と、うまく書くためのコツやポイントをお話ししていきたいと思います。今回の内容が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達したい人や、お絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。